ざまーす。これから仙台戻ります。仙台ただいま。さあ自宅に戻ってまいりまして、今日はこの後仙台放送さんでイベナビという番組の収録がございます。その後は暇かな。とりあえずいつものように今日の100円とりあえずお仕事行ってきたいと思います。アルビューマ。さあイベナビが始まりました。ナビゲーターのバクコメです。今日は名作舞台に鉄板笑いライブをご紹介。ポータルテンボス全国漫才ツアー2019チャツミ開催決定。再びただいま。さあナレーション撮りも終わってね、戻ってきたんですが、買い物しちった。うちの近所の八百屋さんで安いもん見つけちゃったのよ。これニンニク1キロ100円。いやカレー作るときとか料理するときとか何かと使うでしょニンニク。これ剥くのもめんどくさいしね。まさかのこの量で100円とは。くせえな、密封されてねえか。なんだか臭いんだ。うわ、袋に小分けにして冷凍しとけば OK でしょう。それでですね、なんと僕のお知り合いのマジシャンの大泉さんという方がいらっしゃるんですが、その方がね、仙台国分町のマジックバーで働いてるんですよ。で、一杯ご馳走するからよかったら来ないって誘ってくれたんで、一杯ご馳走になろうと思います。うん、マジック見せてもらえるかな。それじゃあ国分町に行ってきます。はい、国分町に出てきました。先日お邪魔したホワッタワンダフルワールドのすぐ上、手品屋。どうです。あ、どうです。いたいたいた。はい、どうもいらっしゃいませ。いたいたいた。主婦さんどうぞ。いいんですか。あ、もちろんでございます。はい、席をご用意します。ここはマジックを見れるバーみたいな、ね、バーです。そうですね。はい、3500円飲み放題となっております。90分。でも今日一杯ごちそうになっちゃっていいですか。もちろんでございます。イエーイ。じゃあ、はい、すいません。はい、おいずきさん、ごちそうさまです。いただきます。うまい音だった、ブラブラした。あのまずはね、早速もうよろしいでしょうか。あ、見ていいんですか。マジック。うわうわ嬉しい。すごい趣味だ。お好きなカードは何でもいいで一番おっしゃっていただきます。好きなカード、はい、僕は、はい、ハートの8が好きです。あ、8月まで。8月まで。8月4日なんで。すいません、人差し指を貸してください。適当に指を置いたところがハートの8です。本当ですか。はい、えい、ご覧いただきましょう。え、嘘だ。当然全部違うカードバラバラです。怖っ。うわうわ、いきなりびっくりした。ゾクッとした。超いいリアクションです。これ結構今意地悪なタイミングで言ったつもりなのに。せっかくですが蜂が好きということで、はい、おまけがつきます。一瞬なのでよく見てください。はい、参りましょう。1、2、3。おお、全部揃ってる。88になってる。うわうわ、カメラの位置変えよう。これもうちょい寄っちゃおうかな。これぜひどんだけ近くても構いませんので。マジっすか。はい、さあそれではもう一つお好きなカードをおっしゃってください。はい、8以外でね。はい、そしたらじゃあ今度はスペードの3。スペードの3、はい、分かりました。それではスペードの3は後から探しますので、ちょっと覚えてていただいてもよろしいですか。スペードの3を覚えてください。そうですね、はい、まずは8を使ったマジックをご覧いただきます。はい、さあ参りましょう。まずは1枚目、ダイヤの8と、うん、ハートの8。それではお聞きします。はい、ハートの8はどっちになるでしょうか。ハートの8、これでしょ。まあ普通に考えたらこっちですよね。今の今までこれでしたよ。まあマジック的にはこっちっていう人もいるんですけど、たまに。どっちも違います。嘘嘘嘘。ちゃんと僕の手に持ってます。なんで。もう一度やってみましょう。うわ、使うのはスペードの8、クローバーの8、そしてダイヤの8とハートの8でございます。はいはいはい、それでは参りましょう。まずは1枚目、ダイヤの8と、はいはいはい、うん、ハートの8。今こうしたね。うん、めくったよ。うん、やっぱりどう見てもこっちハートの8、うん、こっちダイヤの8だと思うんですけども、うんうん、なんでそっち赤いんだ。なんでそっち赤いんだ。
さあ、そして周作さん覚えてますでしょうか、はい、先ほどおっしゃったカード、はい、何でした？スペードの3ですよ。え、なんで出てくる、なんで出てくる、いきます、3、2、3、え、え、え、ちょっと待って、マジで3、え、マジで3、はい、先ほどおっしゃったスペードの3でございます。うーわびっくり。さあ、そしてハートの8はどこ行ってるの、はい、指を鳴らすとしっかりと8が揃って、おー、いつの間にトランプの中に入っております。うーわやべ、鳥肌ビビンだ、ずっとありがとうございます。超素敵なリアクション、毎日僕のマジックを見てくださいすげー。もう一度だけ続けてよろしいですか。じゃあちょっとトランプ切ります。今度は目で見て覚えてください。僕がトランプを流してきますので、はいはいはい、何でもいいんで1枚見てカードを記憶してください。つまりこういうことです。いろんなカードがあって、はいはいはい、何でもいいんで1枚だけカードを覚えていただいてもよろしいでしょうか。もうダメだ、今覚えれたのが1個しかない気がするな。じゃあもう一回いきますか。はい、もう一回言っていいですか。わかりました。はい、自分のペースで自分のタイミングで何でもいいんで1枚だけカードを覚えていただきたいんです。大丈夫でしょうか。あ、はい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 、そのカードを当てますんで忘れずに。はい、赤いカードでしたよね。赤いカード、赤いカード。え、ちょっと待って、はい、これ、え、嘘だ。はい、何ですかそのカード。え、俺普通に中の1個でしょ。はい、ダイヤの8をご覧いただきましょう。え、嘘だわ、怖っ怖っ。え、だって普通だっていっぱいありましたちゃんと。そうですよね。いや全然ほら、まあ、怖い。さあ、そしてここにサインをいただきたいんですけど、いいですか。はい、大丈夫です。はい、ここで書かせていただきます。わ、ここに、はい、はい、アレマーと、アレマー、僕のギャグじゃミスあ、なるほど、ちゃんとサインしていただきました。アレマー入れました。はい、それではね、これを中に入れて切っていたらいいともよろしいですか。ちゃんと入ってます、ね、はい、はいはいはい、どうぞ。分かんなくなるので切ってください。どっち向きですか。はい、あ、裏向きの方が多分こっちですか。そうですね、はい、切っていいんですか。大丈夫です。え、こういうこと。そうです、完璧です。はいはい、切りました。ありがとうございます、はい、ちなみにお聞きしたいんですけど、トランプって全部何枚あるかってご存知ですか。あれ、54です。54、そうです、ジョーカー2つ合わせて54です。その間の中でお好きな枚数目をおっしゃってください。でもあまりにも長すぎるとちょっと時間がかかってしまうので、まあ適当なところで。ああ、枚数を言えばですね、はい、じゃあ、18、今だったら変わりますけど、どうします。18でいいわ。18ですか、はい、じゃあ分かりました。じゃあもしこれが18枚目にあったら、そのカードがあったらちょっと不思議じゃないですか。はい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 、はい、どうぞご覧ください。数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。17枚やったらジョーカーです。たまたま18を選んで、はい、ご覧いただきましょう。おお、あれ、まあ、おお、怖くなってきた、怖くなってきた、なんか、いや、ゾクゾクすんな、なんだこれ。さあ、そしてよく見てください、このダイヤの8を、はい、中に入りましたよ、はい、ここからよく見てください、僕が指を鳴らすことによって、はい、一番上に上がって、え、なんで、なんで。でもう一度やってみましょう、はいはい、これをだいたい真ん中ら辺に入れまして、はい、もう入って確実に入った、はい、で今一番上のカード見てみましょう。当然これ違うカード、ね、違う違う、絶対違う、ここからです、怖え、うん、ぜなんでなんで超近くで見てんのに。周作さんにこれ入れてもらっていいですかね。いいですか。間違いなくこれ、はい、間違いなくアレマですね、はいはいはい、入れますよ、はい、絶対真ん中だもん、はい、うん、どうですか、切ってもいいですけど、どうしますか、切りますか。うわー、切っていいんですか。あ、どうぞ、大丈夫です。切って、はい、切りますよ。大丈夫です。1、2、3、4、5、はい、はい、了解、完全に切りました。アレウハがもうどこにあるか全く分かりません。わかる、わかる。さあ、それではご覧いただきましょう。はい、あら、あれ、まああれ、まあこれは、ごめんなさい、あのちょっと僕の財布をちょっと見ていただきたい。財布、ち
すみません、中身は何も入ってないんですけど、これチャックを開けますと、はい、嘘で、さらにこれホッチキス染めされなっていうのが見えますでしょうか。ホッチキスで困ってますよ。嘘だん。あれは桜じゃないですからね。何枚もこれあるわけじゃないですからね。これって、はい、中には何ですよね。あ、これ以外に何枚も調べていただいても大丈夫です。いや、俺にはもう何枚も入ってるように見えるけど、いや、入ってないよ。入ってないんだよ。コピーとかじゃないんだよ。ないんだよ。確実に全部バラバラだもん。え、なんで封筒入られるのやばいな。そうですよね、あれ間違いなくこれは。そしたら手のひらをこれ締めろしですか。はいはい、はい、そしたらもう片方の手で押さえてください。押さえます、はい、はい、一番はこれ違うカードですよね。はいはいはい、いいですか。指を鳴らすとトランプ消えますんで、はい、しっかりと押さえてください。はいはい、消える、はい、消えた感触は、いや、わかんない、全然普通だったけど。ないですか。ほう、消えてます、どうぞ。どういうこと、消えてるって。怖い、これだけは残させていただきました。どうぞ持ち帰ってください。あれまあ、はい、どうもありがとうございました。すげえ、浮いてる。ぜひお店来てください、お待ちしております。ちょっと、もう一杯飲んで帰ろう。あ、ぜひぜひ。すいません、はい、どうもありがとうございました。すいません、失礼します。度肝抜かれた。ただいま。いやー、すごかったね、マジック。この距離で見てもわからんもんだね。せっかくトランプいただいてきたんでね、僕も皆さんにマジックを披露しましょう。普通のトランプでございます。これ適当に切りまして、さっき僕が書いたアレマートランプ、これをね、適当なところに入れます。はい、するとなぜか、はい、一番上に来るというね。じゃあ今度このアレマートランプ一番上に乗せますよ。はい、乗せました。ところが、あら、不思議、帽子の中から出てきましたね。くだらね、あとで自分が編集するのめんどくせえだけだな。このトランプも今度メルカリで売ろうかな。というわけで、また明日お会いしましょう。あれは